これで。最後に、はい、あなたは長者として読み意味の歌、はい、身車が何を考えているかはわかりませんが、ネアの端ためなど取るに足りぬと思っているのでしょう。ならどうして僕を逃がしてくれるなんて確信を持って言えたんですか。私はその力を持って、その力を持ってすればあなた、そのように思っただけです。これで、はい、ありがとうございます。じゃあ明日、春秋様は神内様から賜りし雲の加護が、あなたが言うと怖いか。え、いえ、何でもないです。はい。なぜ。明日改めてお願いする。それでこのゲームを終わらせ、その時にもしあなたがいなかったら。ありがとう、信じております。
僕だ。落ち着け。てめえか、クソが。チキショー、チキショー、チキショー。昨晩やられたのは、チキショー、チキショー。見てくる。母さん、それだけ。お前には僕の気持ちがわかるのか。僕だって悲しいさ、絶望だって。よく考えて、よく勉強して、偉く。お前はいいよな、そんなのなくてさ。結局僕はこんな。それでもいつかお前が大人に。もう虚しいよ。頼むからよ、そんなこと言わねえでくれよ兄貴。もう母ちゃんはいねえんだぞ。俺らがひねくれた時に兄貴がひねくれててどうすんだよ。僕は母さんの無念を晴らす。この母さんの指の形が何。それでお役御免だ。母ちゃんはお前のこと好きだったよ。俺はな、逆に兄貴にムカついてた。母ちゃんは俺にお前の話ばっかする。寮暮らしの兄貴は知らねえだろうけどな、母ちゃんは最近ずっと親父の写真に独り言言ってたんだ。全部お前のだ。嘘だ。嘘じゃねえ。母ちゃんはお前の方が好きだったんだよ。当たり前だ、兄貴の方がいいに決まってる。だから母ちゃんは俺にこんなことおし。ちくしょう。おい、何してるんだ。母ちゃん、ごめん、ごめん。くそ、ねえ。よし、すぐやめろ。何か飲み込んでいるのか。あった。
兄貴、開けろよ。母ちゃんが死ぬかもしれねえから。そんで、出てきたもんを兄貴に渡せって。やっぱり母ちゃんは兄貴の方が好きだったろうが、目覚ましやがれ！久石さん、すみません。開いてもらえませんか？手が、震えて、ちょっと。二人で読むようにとのことだ。僕はここから出るけど、最後に少しだけ、ご遺体に触れることを許してくれ。なるほど。なるほど。僕はもういい。下で、他のみんなと待ってる。おはようございます。皆さん、こんな時でなんですが、だいたい全部わかりました。二人が降りてきたら、最後の宴を開くことを提案します。
宴を始める。いいですか。では僕は上松理香子鴨志田鹿持ちを狼として。ん？待て、上松のことは信じたんじゃなかったのかよ。蛇である不採子さんが死にそうなのを見捨てずに助けたということ、むしろそれで不採子さんに取り入り、昨晩の蛇の籠による正体確認の対応。確かに僕は昨晩俺を疑ったのかよ。結果は人だったでしょうね。これで正体不明なのは植松理香子、芽衣子、それに知恵姉とモッチーだけになった。しかし残る絞り込みは、今朝遺体で見つかった僕の母織部香織が行ってくれた。この部分はどういう意味かね。これは間違いなく母さんの筆跡で、母さんから見た怪しい人間が並べてあるんです。蛇の籠等で正体が定まってない知恵姉、モッチー、植松さん、芽衣子、母さん自身は覗いてある。義継も抜かれてるのは、不採子さんが実は狼だったとか、そういう時は一、まあその他の場合は不採子さんが嘘を。母さんはこれでメッセージを残して。待ちたまえ。母さんの手の皆さんに見てもらうことはできなかったですが、不採子さん、義継、母さんの手がどうなっていたか覚えていますよね。右手が3本、左手が1本、立てられていたね。ああ、間違いねえ。指の数で狼を指定したってことか。そう。いざ狼が入ってきた時には、だからあらかじめ紙に書いて飲み込んで。紙、おいしくないよ。黙って、芽衣子。お姉ちゃん怖い。そこまでしなきゃな。ここで考えなければならないのは、彼女は母さんの時と同じく布団の。母さんの時は俺が暴れたんだよ。そう、基本的には何らかの方法で抵抗ができない状態、つまり死の前後はほとんど。この状況では普通死にそうな人が。なるほど、そりゃ床に血文字とか。そうだけど、こうやって情報を別のところに書いておけば、母さんの場合はこんな方法で読み。僕の頭が固かったのは確かでしょう。無理そうに。こんなものを飲み込んでまで。以上です。てめえ上松、やっぱてめえがこれ。昨日くくっちまうべき。違います。休みしては。そうです、私は。または読み方が違ってるとか。そうなると知恵み。芽衣、芽衣子は狼ではありません。私も狼ではありません。織部義継様が人なのならば、残るセリ。何言ってるの、私違うよ。うん、なんかしっくりこないからさ。ぶっちゃけハッサンが狼とか真面目に考えるべきだと思う。収集がつかん。迷うことはなく、狼はメッセージの信憑性を補強。言いたくはなかったけど、トリカブトが使われた段階でお前のことがよぎった。ああ、なるほど。野里とか。うん、確かに我々は毒素。春明さん、覚えてたらでいいんですが、毒を盛られた時、葉っぱみたいなも大きめに刻んだネギと白菜は入ってたと思うけど。そうでしょう。だから
トリカブトの汁、そういう発想ができるのは野里清之助さんか、野里家の元跡取りで薬草や毒草に詳しい。そっかな、みんな渦の見分け方くらいわかるでしょ。汁を絞っ、どうして言ってくれないんだよ。僕、いや僕じゃないって。どうして母さんが切り刻まれたって知ってるんだ。じゃあやはり香織さんの目。ええ、鴨志田様。嘘でしょ。はい、ストップ。安永君の道筋は大体正しいと思うし、けどちょっと読み解いておくべきことが足りてないように思う。何でしょうか。遠慮なく言ってもらっていいですよ。香織さんの遺体について、さっき話に出たように顔と手以外の全身に切り傷がつけられている。ここでまず一つ、なぜ顔と手は残された。春ちゃんの時は顔は残されたけど手は完全にやられていた。顔はまあわかる気はするんですよ。こんな殺し方だと顔が残った方がかえって残酷だ。指なんて一番切り刻みやすい部位。まるでわざとダイイングメッセージを残そうとしたみたいに。わざと。うん、先に結論を言うと。待てや、おら、あれ間違いなく、うん、それは間違いない。それを万一の時に取り出すよう。ああ、ここにも穴があって。内緒話は。問題は今回の殺し方では。どういうこった。それはわかりません。そう、わた、はい、腕の内側を深く切り刻まれた状態で手を。うん、それは不可能だな。指の第一関節と第二関節を曲げる筋肉は手のひらじゃなく腕につながっている。香織さんがもし指の形をああした後で切られたのだとすれば、筋が立たれて手は開いたはずだ。逆に切られた後で指をああしようと思っても指をもう握り込むことはできない。そうか。そうだったのか。ええ、腕だけこう傷口を伏せたように下向き。つまり母さんは指が握り込めないから腕。無理があると思わないか。あそ、それはまあこれも確率論。今のところは不自然なだけな点が指が。加えて明らかに奇妙。遺体の首にも傷はあった。断面には大きな管が一つだけ見えた。野里さん、喉の部分を切って一番最初に見える大きな気管。義嗣君は気管から包みを取り出したことになるんです。そんなところに物が詰まればすぐに窒息していたでしょ。それはそうだ。赤反射というものもある。物を飲み込むなら物は普通は気管の奥の食道を通って胃に落ち着くはず。
ちなみに彼女は春ちゃんの時と同じく大量に血を吐いています。おそらく殺害の時、吐血とともに手紙は出てきてしまった。それを狼は見たんでしょうね。手紙は本物だが、後から喉に仕込まれたんですよ。解剖学的な。それじゃあ、そう、手が無傷だったのは狼が誤ったメッセージを伝えるためにわざと残した。腕の傷が逆だったのは、逆にして床と挟み込まないと指の数が固定。ちなみに狼は彼女が手紙を飲み込むって密談を事前に聞いていて、この狼は遺体の全身くまなく破壊することで死者のメッセージが万一にも残らないようにという意図もあるように僕は思います。恐ろしく抜け目がなく狡猾な狼だと僕は思いますね。だから結局香織さんの指のサインは誤情報。牧島勘三さん、かつての宴で死者がメッセージを。年寄りはみんな口を揃えておった。死人の口が言うのはよもつ狼が言わせた嘘じゃと。ダイイングメッセージは当てにはならない。このことを証明してくれただけで香織さんの功績は計り知れない。わかりました、納得しました。僕の知らない知識をもってすれば。じゃあ狼は誰なんですか。さっきモッチーが口を滑らせたのは一体何だった。正解は、リカ子さん、さっき何て言いました。織部義継様が人なのであれば残る鴨志田近持様と芹沢千恵美様が。嘘だよね。だって、それは私だって信じたくないけど、リカ子さんだって確定じゃないから可能性あるよね。リカ子さん、あなたは本当は蜘蛛の加護を受けてませんね。はい。本物の蜘蛛はメイコです。お姉ちゃん。なんでそんな。とんでもない。それは汚れを。藤吉の暗がりを見張る。まだ字も読めない。印覚えたよ。さっきから何を書いてる。こっちがね、お守り。それでね、クモさんだったら。お姉ちゃん、お布団で転んだ。後でおまじん。ヘビさん、目が痛くなる。彼、お腹痛くなる。狼さんの頭痛くなる。猿さんだった。その時は、猿の時は私が身代わりに名乗り出ることはできません。なるほど。しかし芽衣子は雲として守る相手を決める時に紙に字は書けたのかよ。それは私が書いて。加護の指定は分からなかったので。ひらがないっぱい覚えた。このあたりこそが読み意味の宴の。昼の間の密談はバレる。隠したつもりの情報は必ず露見する。しかしその情報自体を事前に暗号化。狼の手に渡っても解読できない。さらに言えば、こんな幼い子が掟に挑んでいるとは誰も思わない。とにかくリカ子さんは確かに雲ではなかったが。あの時は牧島勘三。仕方ねえ、雲は一回でも守れりゃ。おかしいと思ったんだ。雲の加護者は基本的に名乗り出るメリットはない。候補が二人出てくるのは異常だった。
僕は彼女の意図を。初日の投票の時、メイコではなく自分に投票しろ。おそらく彼女はメイコの盾となって、いざとなったら名乗り出て加護者を生かすつもりなのだと。そしてメイコが狼だったと、はい、それを知ってたので、あとはこの中で人を確定さ、消去法かね。そうか、まあね。俺を疑ってたんじゃ。さて、そして消去法の上の自分が狼でないということの。もしそうならどうして僕は顔。そうだ、そこが分かる。彼がおとりだからですよ。皆さん、彼はどうやって僕に毒を持ったと思います？そうだ、それは彼女しか。そうなんですよ、彼女以外にありえないんです、僕を狙ったものなら。そう、誰でもよかったのか。正解、あれは僕を狙ったんじゃなくて。待て待て、どういうことだ。それが考え違いの元なんですよ。たまた、おそらく彼は昨日のいつかのタイミングで食器に一番上のやつに一滴垂らしたとかだけかもしれません。そして食事となった時、狼はなんとなく雑談でもしながら、自分たち以外の誰かが、多分あの時はもし誰も毒を食らわなければ自分たちの皿に。とにかく発言力の強い牧島さん、匠さん、安永君、立場、人の多くが、そしていざ毒殺されれば自称カラス。じゃあ完全なる偶然でしょうね。あれでもし僕が死んでいたら、きっと狼は香織さんを夜殺さず今日この場でくくっていたでしょう。しかし結果的に僕は死ななかった上に、植松さんのである以上、植松さんはきっと雲として僕、リカ子さんを殺すことも考えたでしょう。ちえみちゃんとリカ子さんのどちらをくくるかって話になった時に、ま、だから昼に殺せばいい。そうなるとカラス、この辺りの順位付けが妥当かどうかはと。で、話がだいぶ離れたんです。つまり鴨志田近持は覚悟というか、おそらく基本的に狼は全員、しかしなぜか彼らは固い結束の上、中で犠牲者を決めて、鴨志田近持はそういう役回りです。しかし今日リカ子さんをくくれれば、今夜僕を殺して場をめちゃくちゃにして生き残れる可能性はあった。そういう賭けだったんじゃないですかね。ねえ、やっぱそれ一方的じゃないかな。ハッサンやりっちゃんが本物だっての、それに香織ママの指だって。もっち、もういいよ、苦しいよ、さすがに。じゃあ、うん、やるとしようよ。ジェミー、やめろ！バカ野郎！次、逃げろ！ギオ、不在し、あとは頼む。
もう大丈夫です。自分どこに。野里屋敷、あそこがここで一番しっかりした建物。知恵ねえ、なんで。安永君走れ。もうやめてよ。ずっと好きだったのに。私はそうでもなかった。我慢してくれ、メイコ。どこかな、春明さん。出てきたら助けてあげるよ。嘘だけど。面白い。生きてた時よりだいぶ面白いよ、おっちゃん。じゃあ次はそこの発散かな。あ、背中向けて逃げたらメイコちゃんが弾に当たって先に死んじゃうよ。それよりさ、いっそ向かってくれば。じっちゃんとかおっちゃんみたいにさ。その方が僕は楽しい。りっちゃんみたく背中から撃つのは。メイコは見逃せよ。そりゃあ難しいな。狼様的に、ま、自分で黄泉に帰るなら知らないけど。この下の崖を目指して、それで川まで降りるんだ。できる？大丈夫、なんとかなるから。行け。なんて嘘。何やってんだよ、ハッサン。あんな子のために死んでどうすん。ハッサンは僕と遊ぶんだ。ハッサンは僕と遊ぶんだよ。しょうがないな。やる気がないならせめて。約束が違うじゃん、モッチ。春明さんは私がって言ったのに。弾切れじゃん。打ちすぎなんだよ、下手くそモッチ。春明さんさ、もう誰もいないよ。二人きりだね。まあ、だからなんだって感じだけどさ。
もう言葉も出せない感じ。なんで。あ、喋れてる。よかったよかった。なんでこんなことを。しょうがないじゃん、しなきゃどうにもなんないんだもん。僕は君がそんなやつじゃないと思ってた。起きてたか伝説だか知らないけど、それがいくら怖くても最後は抵抗することを選ぶ子だって思ってた。なのに。残念。新内さんの言う通り、バッカみたい。みんな神様に踊らされてるだけなのに。千恵美さんはね、ただ単に最初から殺したくて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 、たまんなかっただけ。そう、行ったら里帰りしたのだって殺しがしたくて戻ってきたようなもんだったしさ。だから今夢みたいだよ。残念、色男さん、芹沢千恵美はそんな人間でした。女を見る目がなかったね。春明さんに会った時から思ってたよ、この人を殺したらどうなるかなって。ある意味ようやく夢が叶うんだよ今。ルール違反の私はどうせ今晩汚れでぐちゃぐちゃの死体になる。これは最後のお楽しみって感じかな。じゃあこれで賭けをしよう。10分くれたら僕は必死に逃げる。その後僕を追いかける。逃げ切れば僕の勝ち。君が勝ったら、そうだな。僕は、君を愛しながら死んでやろう。いいね、素敵。待ちきれなくて降りてきちゃった。さあ約束だよ、殺すね。じゃあ、わか、い、頑張れ、頑張れ。Thank you.
どうして。ごめん。邪魔をするな！セリザワ様、あなたの汚れも私が。あんたなんかに何がわかる？安水の黄泉の汚れはどうやったって私を縛る。これは。いや、見ないで！セリザワ様。申し訳ありません。その汚れは。私にも引き取れない。知ってた知ってたし、知ってたもの。神様、神様、神様、殺してやる。どこだ、どこだよ。殺してやるから出てこい、出てこいよ。ああ、ごめんなさい、春秋様。芹沢様も、他の皆様も、守れなかった。春、秋。いずれまた落ちる。今度は素直に申します。やっちまったな大将。だがこのひっでえ結末を回避できるようヒントを教えて。今回のバトル解決法としては、このオチを見た上で、今回手に入った具体的な場所は5ルート、基地はもうすぐ完走だ。長かったが報われるといいな。つうわけで今回はここまで。
春明様は。ですが、芹沢様のお気持ちが、今なら、理解できます。とは、開けない約束でしょ。約束をした時点では守るつもりでしたが、あなたたちが約束を盾に、何なんですかその、見苦しい過去設定を並び立てれば、無事嫌われて円満破局みたいな空気感は、富士吉イズムです。ぶっちゃけ、ちえみちゃん程度の面倒さの、リカ子さんみたいなレアキャラは、超絶美味しいとしか思えないて、ん？まあ、その、あなたがどう思う、ちえみちゃんにもそう言ってあげたいところですが、明日謎理論でしっかり丸め込んで、僕の友人を、いや待てよ、先生の方がいいかな。もしちえみちゃんが、春明様、あの、言ったでしょ。僕は、感情だって、他人にルールされたくないですから。みんなが嫌い、だから、僕に嫌われたければ方法を改めてください。あなたから好きだって言ったんですからね。バーカバーカ、リカ子さんのアホ。死んでる？なんですか？いきなり。あなたはバカですか？いや、全く。何なんでしょうね。こっちが聞いてます。賭けはまだ。有効ってことにしませんか。生き残った時、好きなように望む。あなたは多分、それでもそう言っていただけて嬉しかった。それだけで。明日生き残った時、答えをください。あなたは今晩、お、もしあな、僕は結局あなたにこんなことを望む資格なんてなかったと。春明様、せめてダメです。不謹慎ですが嬉しいです。それでは。あ、まだ何か。野蛮としての上松理香子さんに一つ協力してほしいことがあります。そういう賭けだったんじゃないですかね。ねえ、やっぱそれ一方的じゃないかな。それに香織ママの。モッチ、もういいよ。苦しいよ、さすがに。じゃあ、うん、やるとしようよ。誰か離せ離せ。
なんで？ちくしょう！一体どういうことだ？こいつはダミーだ。間違えたんか？そんなバカな。ちょっとよろしいですか？牧島さんとしてはとにかく一日。一方で安永君は正直ち。そうですね、認めます。彼らがやったことは許されることじゃないけど、彼らが身動き取れなければ危険はない。晴れなければ、そこで改めて再度の緊急避難。まずお二人とも拘束が。というと？このゲームの支配者信頼明神は玄関とすればどんな。そして今日と狼に勝ち目はあります。そんなことは。そうだね、無駄。僕は彼らは殺すと断。はい、彼らがとても冷酷な狼だからだ。間宮久子さんのことを思い出してください。彼女は2日目。それはきっと芹沢千恵美の指示です。おそらく蛇を名乗る肝臓さんが蛇の候補。事実それで妙さんという無。勝手に思う。そしてその夜。そりゃ彼女がよそ者だからだよ。具体的に言えば彼女は翌朝くくられる公算がかなり高かった。同意のないままにおとりをやらされた間宮さんは、そんな彼女ならばくくられるに際してそう考えたから、夜のうちに彼女を殺して口封じ。しかしそれじゃあ一晩に一。ならないね。彼女は汚れを受けて、いや違反させる。全部推測じゃ。もう何でも。だから否定してくれって言ってるだろ二人とも。面倒だから言うわ。うん、全部そう。春明さんすごいすごい。安くんは思ったより脳みそ幸せな人だったんだね。知恵ね。まあ私らにもいろいろあって、最後まであがかないといけないことになってるからさ。もう質問とかやめてよ、面倒。死ねみてめえ。やめてください。気持ちはわかりますが時間の無駄です。狼をやった人間とはもう分かり合うことはできないんですよ。うん。というわけで僕の提案ですが、そうすれば今夜拘束がなくても出歩けないでしょうから、それでもう一人を明日くくれば狼は全滅。きっと翌日には霧も晴れ。おい不祭司。はい。お前ですから拘束がなくても出歩けないし、今日何か問題。お前本気で近持ちか。え、はい。てめえやっぱイカれてるよ。それは残酷すぎますよ。相手が狼とはいえ、それはそこまでは。ふさゆきさん怖い。リカコさん、それは。皆さん、これまでに歴史と伝統にのっとって生きて。ですが、くくってなく。考察はかなり苦しそうでなくても、多数決で人。それに狼は。皆さんは随分良識的なんですね。いや、それはいいことなのかな。じゃあ獅子を骨折させ、あるいは明日くらいにちょうど死ぬ程度に野里先生に。いい加減にしたまえ。そんな、それに医者の端くれとして毒など。なるほどなるほど。じゃあどうしましょうね。今日誰かが死んじゃいますね。どうしても必要なら。いや、わし。じじ。僕らは。ああやめろ。わかった。
私、今から死ぬからさ。その前に、モッチくくれば。それで誰も、汚れはなしでしょ。わお、最後まで冴えてんね。え、手足をもがれるのは、嫌だよ。そんじゃま。お前は。どっかな。くくった方は。逆にする？どっちでもいいよ。いい。どうせ死んだら終わりだ。それなら僕が、お前を殺す。どうして、こんな。どうしても？なんだよ。なんとなくどうしようも。ごめんね、ギャッスン。それだけはごめんね。落ちなか。次だ。知恵。はいはい。これでは。さあ、新内さんとやらが判断するんじゃないですか。お前、そうやってそのまま死ぬつもりか。うん、だってそういうやつだし、私。みんな知ってたでしょ。私が上藤義の悪ガキどもを殺しかけた時に、そういう人間だってさ。まあ、その後できるだけ良い子のふりしてたけどさ、まんまと騙されて。お疲れ。モッチーはああいう性格なのを私が操縦していろいろやってもらった感があるし、怒んないだって。私が全部悪いで問題ないよ。だから好きに憎んで、みんな。リカ子さんおめでとう。障害を乗り越えて無事なんとかなりそうじゃん。読み意味の宴は山と共に、私はその後を。じゃあまた生まれ変わったら今度こそ殺しに行くから。雲の末裔だかなんだか知らないけど、ご大層な教えを語り継ぐための子孫でも作って待ってれば。そのようにバルブラジ。うるさいな、今から殺すぞ。嘘嘘。じゃあね、チエミ。何？神様って何？やっぱり、やっぱり一番怖いのはあなただよ、春明さん。よかった。ありがとう。みんなありがとう。自殺させてくれて。手足もがれるかもって思ったとき、本当、心底怖かったよ。本当に、本当に怖かったよ。春明さん、一緒に狼だったらよかったのに。僕は、ごめんだよ。またね。帰ってますね。え？まだ、その、お前。それじゃあ、はい、
大往生でした。大丈夫でしたか、皆さん。庄司、どうして今まで。我々としても作業は進めたかったんだが、どうにも。それで、皆さんご無事で。おお、生きとったか。何よりだ。これ、お前のだろ。邪魔くさいから。そろそろ復旧も終わりますか。夫妻子さんも、それで気分転換に遠出でもされたらいかがです。実のところはお前、よそにただお前を待ってる女がいんだ。それと一緒に延々畑作ってんのもバカ。すぐ帰ってきます。いろいろ片付けたらすぐ。まあ、はい。めいこ、その達者に。お姉ちゃん違うでしょ。ふさゆきさんでしょ。春明様、どうかお元気で。そんな薄っぺらな言葉じゃ許せないな。たまには遊びに来てください。そういうのを往生際が悪いって言うんですよ、リカ子さん。名前だって呼び合えるようになったんです。もう一歩素直にな。僕はとても嬉しくなって、一つ大きな決断をできそうだ。春秋様、何でしょう。寂しいですから。好きですから。御所ですから。戻ってきてください。うん、うわ、見せつけやがる。じゃーん。約束します。全部向こうのことは片付けて、今度こそ。はい。その時は僕が大事なことを言う番だ。はい、信じて待っております。
ハハ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 ハよう大将、その、お疲れさんだぜ。メインルート、基地は、これで終了。いやー、やっぱ鬱すぎるか。だよな。でも、つうわけで、心機一転だ。次に、今回のバットじゃないエンドに、これもまた、至るべくして至った結末だ。胸、さて、今回、ちょっとわかりづらい場所だな。4、あれだよあれ。取材者の二人をどこに止めるかって相談してたところの、あれで間宮久子と久石春明が宴に参加し、展開が次の新ルート、暗黒では、ここまで時報風に死んでたカメラマンのおっさんがつい、もっとも、暗黒って名前からして、次のルートは不吉な予感プンプンだ。負けねえでくれよ、大将。つうわけで、今回はここまで。そういう。
やっ。あ。大丈夫、大丈夫。どこでも寝られるから。それに君はこれから住むんだろう。早いところ家に馴染んだ方がいい。